電子遊戯中央。すいません。ん？ジョイか。こんなとこで何してんだい？シュゲンタツって人知ってるか？シュゲンタツってあのシュゲンタツか？知ってるのか？ご成功地って貿易会社をやってた人だよ。このワンちゃんじゃちょっとした大物さ。でも少し前にどっかに姿を消したんだ。姿を消した。ああ、なんでも黒社会と関係があるって噂だけどね。黒社会、まさか。それで御成功士も潰れちゃったって話だよ。他に修験達のことを何か知らないか？何かって何よ。手がかりになりそうなことなら何でもいいんだ。それがね、まるでないらしいよ。修験達はある日突然姿を消したんだって。そうなのか。老悪荘にオフィスがあったんだけど、今も空き家だしね。手がかりなしか。茶碗人しかないな。まあ、あたいのパパは商売形が減ってよかったみたいだけどさ。お前の親父さんが？パパも貿易会社を経営してんだ。それも日本が相手のね。そうだったのか。日本の横須賀にいるチンって人と取引してんのさ。え？横須賀？チン？チン大臣のことか。よう、あんたチンおじさんを知ってんのか？ああ、俺が香港に来られたのはチン大臣のおかげなんだ。チンさんが、りょうは？ああ、香港に渡る手配をしてくれた。どうして？横須賀のチンって言ったら日本にいる華僑の大物なんだよ。そうだったのか。そのチンさんがどうしてあんたなんか。まあ、いろいろとな。どうせお前には関係ないでしょ。そうだ、お前には関係ない。あ、そう。ダーツ1回5ドル。ちょっと遊んでみるか。いいぞ。いいぞ。外れか。最後か。惜しいな。よし、トップだ。なくなったな。やめるか。預かってるよ。ありがとう。まあ楽しんでってくれよ。この台は10
ベッドか。少し遊ぶか。この台は5ベッドか。今はやめとくか。すいません。どう、楽しめたかい？じゃあコインを預かるよ。ありがとうございました。どれにするか。これか。主元達って人は生きてんのか死んでんのか噂にも聞かないよ。簡単には見つからないんじゃない？分かった。茶碗人を試すしかないな。え、なんか言ったか？いや、なんでもない。ジョイ。なんだ？いや、なんでもない。そう。